マルサンホビー動画チャンネルです。バンダイ SD ガンダムワールドヒーローズ9機ストライクフリーダムガンダムです。こちらのモデル、この横にある、写真はメーカーで塗装組み立てした、ものになります。あと背中の、光爆先陣は脱着式になっています。で、キットの方を開けていきますと、このようになっております。まずこう色のついてないところはこういったシールで貼ることができます。またこういう赤い部品やこういう金色の部品ですね。あとこちらには、まあ、黒い部品とこうクリアの、黄色の部品が入ってます。でこちらはクリアの紫のパーツとこういった黒い部品ですね。顔とか体の部分になります。こちらの金色の部品と、あとこういう背中につけるこう青っぽい濃い青の部品が入ってます。部品はこれで以上になります。でこちらが組み立て説明書で、この下にこの、ガンダムの解説が書いてあります。そして開いていきますと、まずこちらがパーツリストになってます。そして組み立ての基本説明が書いてあります。でパーツの方は手で取れるようになってますので、ゆっくり外してみてください。で組み立ての方はまず体のこのところになるんですが、まあ一番上の頭部の部分ですねの組み立てと、あとこの、胴体、あと腰の部分、あと、右腕、右足、左手、左足の組み立てのところになってまして、これで、組み立てたものをこう各自合体させて体の方をまず作ります。でその次に、バックパックの組み立てになります。でこちらの部品を組み立てて、でこの光爆先陣っていうパーツをセットして、背中の方にセットしていきます。そして別売りのアクションベース5で飾ることができます。あとはこちらの方に、ありますけれども、まあ、このパーツは脱着式になってまして、この別売りのアクションベース5の中に入っている部品でディスプレイすることができます。で頭部の方は後ろのパーツが動きますので、これを動かすと首の動きが大きく取れるようになっています。あとこちらの方が、スペシャルコミックの、方になってます。そしてこちらが、各部の、説明やちょっとした解説などが書いてありますので、まあ、色を塗られる方はちょっとこれを参考にしてパッケージと比べたりとかして色を塗っていってみてください。はい、このような新製品を続々ご紹介していってますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これで以上です。バイバイ。